日本の潜水艦任務は極秘ですが、世界一とも言われます。日米での対潜能力は世界でもトップです。そうです。海上自衛隊潜水艦はやしおが、平成10年前艦隊を含めたリムプク、リムパックで、全滅に追い込んだ話を知っているでしょうか。近年、急激な増艦を進める中国潜水艦ですが、まだまだ、日本やアメリカには及ばないということです。では、今回、中国潜水艦ともに、日本の潜水艦事情も、詳しく見ていきますね。急激な潜水艦の精度は、上げることはできないし、潜水艦には音紋があり、中国潜水艦は特徴がありすぎるんだけどな。昨年2020年6月、鹿児島県奄美大島沖の日本の接続水域内を潜航したまま、航行する中国海軍所属と思しき潜水艦を海上自衛隊が発見、追尾する事態が発生し、大々的に報じられた。国際法上からは、外国籍の艦艇が他国の接続水域を先行航行することまでは、禁じられてはいないのだが、無用な衝突を防ぐため、通常そうした行為を、あえて行うことは控えているのが現実だ。定義上は、ある国の領土から 22km 先までの海域が領海であり、その子から先、さらに 22km までが接続水域、その外側が排他的経済水域とされており、いわば中間の海域である。この件で中国海軍ものと思しき潜水艦の目的が何だったのかを考えると、最も合理的だと思われるのは、このところ、艦艇数を増強し続ける中国海軍が、自軍の能力を試したものとみる解釈だ。すでに収益させている潜水艦の数的には、戦略型の原子力推進型から、通常動力型の攻撃型潜水艦まで64隻を数えるとみられている中国海軍が、日本側の能力を探らんとした可能性が高い。しかし、中国側の予想をはるかに上回った海上自衛隊は、P3 や P1 などの、対潜哨戒機や護衛艦、加賀、などを投入し、容易にこの行動を、探知してしまったというのが実情だろう。もちろん、中国側は、このような不名誉な結果に終わったことを公に認めることもなく、その真相は今のところ確かめる術もないが、一応国籍不明としながらも日本政府が探知した事実のみが残った。この点だけを捉えて、日本側が探知に成功したことで軍事的に優位にあるかといえば、潜水艦、水上戦闘艦の総数的にはあくまで劣勢であり、飽和攻撃を覚悟されれば以前危ういだろう。2020年のアメリカ大統領選挙でバイデン政権に移行したこのタイミングを見計らったように、中国は台湾や尖閣諸島方面に向けた軍事的な圧力を依然として高めており、危機感は増している。日本や台湾に向けてだけでなく、この2021年1月にはフィリピン沖を、航行中だったアメリカ海軍のセオドア・ルーズベルトを中核とした空母打撃群にすら、戦闘機や爆撃機を向かわせる行動をとった。一説には、これは、
セオドア・ルーズベルトに向けた対艦攻撃を模した。中国軍の訓練だったとも伝えられているが、個々の航空機や兵装では、劣ると見られる中国軍が自信をつけてきた少佐だろう。尖閣諸島に向けられた先兵たる中国海峡局は、今やアメリカの沿岸警備隊を凌駕する世界一の艦艇保有数を誇り、日本の海上保安庁では、対峙が厳しいほどの準軍事組織に変貌している。中国がその気になれば、尖閣諸島への上陸は容易であり、日本側も、いざという場合に備えて、陸上自衛隊に水陸機動団を発足させてはいるが、一度上陸を許せば、奪還は非常に困難となるだろう。そのため、中国側の艦艇の尖閣諸島への接近阻止こそがまず第一の優先事項になると思われるのだが、昨年進水した太平洋を加えて、ようやく当面の目標であった22隻の潜水艦体制が鍵と言えよう。対潜哨戒能力は、これまで見てきたように、高水準なレベルを持つ海上自衛隊だが、中国のように数に物を言わせた侵攻を起とされた場合、防ぎきれるのかは何とも断言しがたい。日本も中国も昨今の例に漏れず、近代的な海戦での実戦経験はほとんどないが、軍事上の事例としては1982年に発生したフォークランド紛争を両国の関係者ともに研究していると言われている。ご存知のように、フォークランド紛争はイギリス領である。フォークランド諸島をアルゼンチンが吸収、一旦占領したものの、イギリスの反撃によって奪還され、終了を見た戦争だった。この当時から、中国は、アルゼンチン側を支持していた国の一つであり、香港の返還を控えていたこともあり、イギリスに対して、非常に強硬な姿勢で、対峙していたことでも知られている。2000年代に突入しても、アルゼンチンは、フォークランド諸島の領有を、未だ施行しているが、これにも、中国は、賛同の意を続けており、逆に、アルゼンチンは、南シナ海の中国領有の支持を表明している。こうした両国の利害関係の結びつきは、2015年には、中国の建造する、056型コルベットを、アルゼンチンが購入を決め、その他に戦闘旗や、歩兵戦闘車などの兵器輸入でも、拡大が続けられている。最終的に、フォークランド紛争は、イギリスの勝利に終わったものの、艦艇の損害数を考慮すれば、同国の方が、大きな損害を被っており、一方的な勝利とは言いづらいものだった。具体的には、アルゼンチン側が、一隻の巡洋艦を失ったのに比して、イギリス側は、2隻の駆逐艦、2隻のフリゲート艦、1隻の揚陸艦等を沈められており、むしろ艦艇の損害では上回ってさえいた。現在のイギリスは、仮に今フォークランド紛争が勃発するとしたならば、中国からの兵器調達で増強されたアルゼンチン側に勝利することは非常に困難だと認めている。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。もはや、日本の潜水艦技術と中国の潜水艦技術は異次元となりつつある。日本は、静粛性という最大にして、最高の武器を持っている。反して、中国の潜水艦は、通常動力型潜水艦では爆音。原子力潜水艦に関しても騒音。すべてにおいて秀でている、海上自衛隊潜水艦。中国潜水艦は、探してくれと言っているようなもので、見つけるのも簡単。どこに潜んでいるのかもすぐにわかる。日本海域に侵入しようものならすぐに防衛任務に入る。海底で何が起きているのかわからないにしてもすぐさま防衛任務に移すことが可能。もっとも敵にしたくないだろう。では、こんな話があった。中国原子力潜水艦の気になる話をしていこう。少し前の話だが、2018年の年初に発生したのが、中国海軍の攻撃型原子力潜水艦、昇九とおぼしき艦艇が尖閣諸島近海で、海面へと浮上し、中国国旗を掲揚したという不可解な行動だ。中国海軍を擁護する見解としては、尖閣諸島は中国の領土であると。誇示するために、この昇九原子力潜水艦は、こうした行動を実施したのだと、強弁する意見も見られたが、軍事的にはナンセンスだろう。中国海軍のこの昇九原子力潜水艦に限らず、現在の潜水艦は、敵に、自らの位置を捕捉されない秘匿性の保持が、最大の存在前提であり、そうでなければ、任務の遂行は成し得ない。現在の潜水艦を大別した場合、その用途によって今回の、昇九のような、戦術的な攻撃型潜水艦と、潜水艦搭載型の弾道ミサイルを搭載した。戦略型潜水艦に分かれるが、いずれも同様だと言える。なぜなら、敵からの攻撃に対する防御力が高いと言い難い潜水艦は、その位置を特定されてしまえば、水中に潜む優位性を失い、敵からの攻撃で容易に行動を封じ込められてしまうからだ。こうした状況証拠から、香港のマスコミ市場でも、海上自衛隊に位置を把握された昇九潜水艦はそれと気づかず、尖閣諸島近海へと侵入したものの、必要な追尾に浮上せざるを得なくなったと指摘された。昇九原子力潜水艦は全長107メートル、幅11メートル、排水量6、000〜7000トンの規模となっており、2006年頃から、収益を始めた間で、現状2隻、最大で6隻まで建造の予定だと召されている。昇九原子力潜水艦は、形式的には093型原子力潜水艦に分類され、091型、環球原子力潜水艦に続く中国海軍建造の国産2番目となる。
攻撃型原子力潜水艦として認識されている艦だ。 3.4 番艦において小級原子力潜水艦は全長等を若干延長し騒音を抑えた改良型になっており、続く 5.6 番艦でもさらなる改良が施されバージョンアップしていると予想されている。さらに093型小級原子力潜水艦の後継型として、すでに095型原子力潜水艦の建造計画も進行しており、静粛性を高めたい地上攻撃用の兵装を充実させたこの新型艦が2020年前後には収益するとめされている。こうした新型の095型原子力潜水艦の収益が確認されるまでは、現状093型小級原子力潜水艦が中国海軍の最新鋭の攻撃型潜水艦とみて差し支えなさそうだが、今回の対象艦は改良型の 093A 型だったようだ。今回の行動が093型小級原子力潜水艦の実力だとすれば、日本側にとっては正直組みしやすい相手となるので、むしろありがたいとすら言える存在なのかもしれない。海上自衛隊の潜水艦探知能力は太平洋戦争後に当時のソ連の潜水艦を仮想敵として培われてきたものだが、さすがにこの分野で数では中国海軍に押されているものの、質では未だ凌駕していると言えそうだ。海上自衛隊は長年仮想敵国の潜水艦封じ込めに際して領海の海底にセンサー網を張り巡らしており、中国海軍の潜水艦を個艦単位で識別し、出航時からその動きを逐次追尾可能と見られている。これは、音門と呼ばれる個艦ごとに、潜水艦の音を識別する情報を保有しているためであり、日々の任務での収集活動に勤しむ中で、蓄積されてきた日本の領海防衛の用と言える根幹の情報だ。今回の093型小級原子力潜水艦の件では、日本領海に侵入する危険性ありと見た海上航空利用自衛隊の艦船、航空機が2日間々にわたる追尾を行い、最終的には護衛艦がアクティブソナーで警告を発した。当然、この追尾には海上自衛隊の潜水艦も加わっていたと考えられるが、こちらはその位置を特定されることを恐れて主体的な行動はせず、護衛艦のアクティブソナーに任せた状況だろう。こうした点からいざとなれば、海上自衛隊の潜水艦が該当の093型小級原子力潜水艦を撃沈してもおかしくなかったと主張する向きもあるようだが、いささか飛躍しすぎと言わざるを得ない。いかに中国海軍が挑発的行動をしてこようと、自衛隊が実際の武力行使に及ぶには政治的なハードルが高く、ましてや撃沈まで至るような事態はアメリカをも巻き込んだ高度な問題となるためだ。ことに、
近年の紛争では、先進国の軍隊では、自軍の損耗を限りなくゼロに。抑えることが作戦行動の大原則であり、アメリカのイラク攻撃などに。見られるように、ワンサイドゲームの展開でしか発生しづらい。アメリカほどの圧倒的攻撃力をもってしても、国際的な非難に。さらされることは、できる限り避けたいと考えているのが実情であり、実際の武力行使にまで至ることは稀だからだ。もちろん、そうした状況は中国でもある程度同様ではあるものの、南シナ海や台湾など中国が自国の領土だと主張する地域、つまり尖閣諸島もそれを口実に進出してくることは起こり得る。そうした事態の抑止力として、今回の件は中国海軍に対して自衛隊の防御網を知らしめた、その気になれば撃沈されるかもしれないと思わせたことに非常に価値のある行動だろう。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。清流潜水艦が2018年3月12日に就役し、横須賀に配備されている。昇竜潜水艦が今年就役し、呉に配備されたばかりだ。来年に覇王竜潜水艦が就役し配備される予定だ。そう、竜型潜水艦12番艦の進水式が今年行われるだろう。新たな技術が搭載されているのか、未だ不明な部分が多い。王竜潜水艦からリチウム電池搭載へと。変更された総流型潜水艦だが、最高防衛機密。同盟国の米海軍潜水艦司令官ピッツ少将が乗り込んで、清流潜水艦の艦熟訓練をキャッチした。日米同盟が強固となる現在、海底での任務も大きな役割があるのは言うまでもない。最近では、異例の日米共同捜索が現在行われている。F-35A ステルス戦闘機を探している状況だ。未だ、パイロットは不明、機体も。視察の状況を説明していくとしよう。2018年3月12日就役。清流潜水艦は艦熟訓練を行っている。その訓練に視察に来たのが、米海軍潜水艦隊司令官だ。日本の最高機密に乗り込んでいく。清流潜水艦は三菱重工神戸造船所で建造されている。そう、流型潜水艦9番艦となる。清流の名前に負けない潜水艦となるだろう。艦熟訓練はいろんなところを航海。潜航しながら訓練していきます。最重要機密となるため、どこで訓練中かはわかりません。
司令官ピッツ少将が同乗し、訓練の様子を視察し、日米での役割を確認しました。10月19日のことですが、清流潜水艦乗務員に敬礼をされながら清流潜水艦に乗り込んでいきます。清流潜水艦の説明が終わり、ピッツ少将は語っています。我々は海上自衛隊潜水艦隊と緊密な連携をとっており、最新鋭の潜水艦に同乗して、その訓練を視察することは非常に重要な意味を持っています。先日の潜水艦を追う竜の進水式にも同席し、その興奮を分かち合えたりと、海上自衛隊と我が潜水艦部隊との友好関係が日々強まっていると感じます。清流潜水艦平間艦長はこう答えた。ピッツ少将を清流にお迎えできて非常に光栄ですと語り、同乗視察期間中、私たちの能力をお見せし、日米間の相互理解、運用能力向上に寄与できることを楽しみにしています。海地型国の軍人を潜水艦に同乗させることは稀であり、それも最新鋭の潜水艦に乗せるその意味の大きさが見えてくる。最近の包囲網的な訓練にどんな意味が隠されているのか察知できる。中原子力潜水艦もどれほどの性能かまだ見えてはいないのだが、それほど恐れるものではないということは言えるだろう。海底では日米がかなり優位に立っていることは間違いない。海底と宇宙とどれくらい進化できるか鍵を握ってくる海底も無人機が出来上がりつつあるのだが、それは NASAが発表している。実は日米共にすでに開発しているならどう考えるだろう。ただ発表していないだけ。スターリングエンジン最後の総流型潜水艦を紹介。2017年11月6日の進水式から早月日が経ち、2019年3月18日引き渡し式が行われた。昇竜潜水艦はここから始まることに。昇竜潜水艦は高い耐水圧性能が施されている。超高張力鋼が使われている。今までのステルス性よりも性能はアップして潜水艦となる。ソナーやシステムの向上はもちろんだが、X カジは以前よりも優れた運動性能となりますます。通常動力型潜水艦ではトップを走っているのではと考える。だが、この昇竜潜水艦で廃止されるものもそれは、スターリング機関がこの10番艦で廃止となっている。また、スターリングエンジン搭載艦としては最強となるだろう。いろいろな意味でも、スターリング機関はこの潜水艦で終了となる。560億円の建造費は高いか安いか防衛には必要となる。しかし、スターリングエンジンが終了となると潜水艦の役割も変わってくるのだろうか。潜んで忍者のように音を立てずに見張ることから極秘任務が変わってくるのだろう。同日65人の乗員は訓練を行いながら呉へと向かう潜水艦の内部は誰も見ることができない。どういう装備品がついているのかも、11番艦オウリュウからは、リチウム電池へとバッテリーが変わる。ディーゼル、スターリングエンジンは、これが最後となってしまった。時代とともに技術は向上してくる。スターリングエンジンよりも、バッテリーの方が性能や技術が、向上するのが早かったことになる。スマホを見ても、バッテリーの進化はすごいと感じるだろう。
充電時間は短く使用時間は長くなっている。こうしたバッテリー技術の向上が早かったことだろう。それと、今後考えるとリチウム電池性能は上がってくる状況だ。今までの、そう、旧型潜水艦にも搭載可能なバッテリーになるであろう。電池サイズはリチウム電池の方が今は若干小さい。今後もっと小さくて高出力なバッテリーへと変化してくるだろう。また安全も向上し、潜水艦に搭載可能なバッテリーに仕上がっていく。しかしバッテリーを超える期間が出てくればまた変わってくるだろう。今のところリチウム電池が静かで大容量使用時間も長くなっている。充電時間は今までと同じかそれ以下と性能アップしているだろう。昇竜潜水艦10番艦でキリのいい数字だ。昔元自衛隊員がスターリングエンジンを褒めていたのを聞いている。そんなにいい機関なのかだが、それはある意味デメリットと今では時代遅れになるのか。最終型となるとこのバランスはどう取られているか見てみたい。エンジンでも性能アップは常に考えていることで、やはり AIP としては通常動力型潜水艦ではトップクラスになるだろう。他、そう、旧型潜水艦が続く通常動力型潜水艦が採用している AIP だが、この10番艦で一旦スターリング機関とディーゼルエンジンの組み合わせは終了。豪州に潜水艦売り込みの時はこのスターリングエンジンと鉛電池の組み合わせだった。だが欧竜以降はリチウム電池で機動力が違う。音も立てずにひっそりと先行できる。豪州も今では議論となっている。日本案を採用との声が増えているのも事実。だが、潜水艦の情報は極秘でなければいけない。売ってしまったら、どこから情報が漏れるかわからないことも考え、重大な極秘事項でなければいけない。まあ売れない方がいいのかも。売ってから情報が漏れるのも危険だし、日本人らしい考えでスペックダウンはしない方針だった。やはりここが日本かな。ただ、情報流出には気を配らなければ、すぐに同じ潜水艦ができてしまう。大国は原子力潜水艦を多く建造している。通常動力型潜水艦は、どこか日本か、それくらい聞かない話で。豪州も通常動力型潜水艦を導入したいらしい。やはり、建造コストの問題もある。台湾でも自国建造を目指して、設計段階が完了し、建造に着手するはずだ。各国で潜水艦が建造されている。やはり、日本が一番と考えたい。